ジョン・ワレン・アスティンはアメリカ合衆国メリーランド州生まれの俳優、声優である。1930年にメリーランド州ボルチモアに生まれる。父親はアメリカ国立標準技術研究所に勤めていた。高校を卒業後、大学へ進学して、ジョンズ・ホプキンス大学を1952年に卒業。その後、ペンシルベニア州にあるワシントンジェファーソン大学へ編入して、 数学を専攻した。その頃から演劇に対して興味を抱き始めており、在学中はファイカッパ祭のメンバーでもあった。舞台やテレビコマーシャルのナレーションなどの小さな仕事でキャリアをスタートさせたが、ナタリーウッド主演の名作、ウエストサイド物語などに出演したり、シットコムなどに出演したりして徐々にその知名度を上げていく。中でも知られているのは人気テレビシリーズの アダムスファミリーでのゴメズ・アダムス役である。この役では不き味をアダムス一家を率いる一家の主ゴメス・アダムスをユーモラスに演じ、1993年にはエミー賞にもノミネートされた。その後もテレビ版バットマンのリドラー役を演じたり、オムニバスドラマミステリーゾーンへ出演したりしてキャリアを積んでいった。現在も精力的にテレビや 映画などで活躍している。これまで3度の結婚歴があり、2度目に結婚した女優のパティ・デュークとの間には、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのサム役で知られる俳優のショーン・アスティンとマッケンジー・アスティンがいる。ただし、ショーンは妻の連れ子である。その後1989年に再婚し、現在はボルチモアで一緒に暮らしている。日蓮仏法の教義を説く宗教法人、 創価学会の国際組織である創価学会インターナショナルの会員である。ありがとうございます。